はい、トムライです。はい、今回ちょっとあることをやらかしてしまいまして、まずは先にこちらの動画をご覧ください。見たかな？見てくれましたか？はい。ということで今回の事件はですね、イグニールを売却してしまうという。いや、本当はですよ、本当はイベントの攻略をやるつもりだったんですけど、その前にですね、リオンをちょっと魂に変換してみたいなと思ったので、魂変換にできてないっていうのもあるんですけど、その魔導士の売却を選んでしまっていたので普通に消えるだけなんですけど、いや、それでちょうどねリオンの横にイグニールがいたんですよ。で、リオンを押したつもりなんですよ。で、押してパッパってはいまで押したら、なんかその後ですね、その後まだ気づいてないんですよ。気づいてなくて、ボックスを確認してみたらリオンがいるんですよ。あれ？ってなって、まず何がいなくなったのかわかんないんで、いろいろ見てみたら、あれ？イグニールがいないぞってなりまして、あれ？イグニールいないって。それでその動画をですね、動画を撮ってたんですよ。で、ちょっと見てみたらイグニールがちょっと売却されてたっていう。本当にやらかしましたね。いや、まあ、イグニールを売却してしまったのはしょうがないとして、せめて魂になっててくれよジェル2000ですよ。ジェル2000になって終わりました。イグニール、まあ1体持ってるんでもいいんですけど、限界突破できなくなっちゃいました。どうしたらいいですかねいや、皆さんも多分5周年の時にイグニール当てた人もいたと思うんですよ。それならその人にあげたかった、その人にあげたかった、売るぐらいなら。もうということで、今めっちゃがっかりしてて、ちょっとその攻略動画も撮ってないんですけど、いや、本当にやらかしちゃいましたね。いや、こういうことは本当にもうないのを祈りたいですね。いや、皆さんも本当に気をつけてくださいね。あれ、売却をして、はいまで、はいをした後、本当に売りますかみたいなの出ないんですよ。いや、それは改善してほしいところですよね。いや、本当に運営さん、これからお願いします。運営さん、返してください、イグニール、お願いします、という感じですね。今回の動画はすいません、攻略の動画出さなくてすいません。またこれからちょっとやって、攻略動画は次の明日かな、明日か明後日にちょっと出すつもりなんで、まあ、そちらの方よろしくお願いします。ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。すごい、これからも頑張ってと思っ、あ、てかこれいらんか、これいらんわ。いや、本当にチャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。